トリーです。赤さんです。今日もマインクラフト頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。前回のあらすじ、砂漠に向かうため、いろいろ装備を整えた。ということで装備は整ったので、今回は砂漠に異世界遠征しましょう。遠征ではないんだな。いざ、異世界遠征。異世界遠征開始。まずはウェイポイントをつけて迷子にならないようにしましょう。名前はウェイでいいかな。ぬ、なんだ。あーはいはいマミーねマミー、ミイラだな。前回は防具なしだったから怖かったけど、今は全身フル装備、怖いものは何もない。シェアゲームクラッシュをプレゼント。クーリングオフってできますか？それじゃあ探索を開始します。探索といってもさ、そもそもこの世界に来た目的はなんだ？目的は、次のクエストの材料集めと、あとはピラミッドあるらしいからそれも探して探索してみたいです。まあ砂漠といったらピラミッドから砕か MMORPG だもんな。別ゲーの話はおやめください。とりあえずピラミッドを探す方向で探索中、適当に歩き回っていればピラミッドのピぐらいには遭遇するんじゃないかな。文字で分けるシステム？しかし、地味に雑魚敵が多いな。一体一体は脅威じゃないけど、集団で来るとちょっと厄介だな。肩にタレットとか作れないかな。急にチートアイテム、お、なんか鉱石発見。と思ったらただの石炭だった。石炭、元素分解ができるようになった今、石炭は簡単に作れるようになったからいらないですね。そういえば、夜はゾンビとかアンデッド系がうよついてたけど、日が昇ると次は山賊みたいな奴が敵として出てきますね。昼も夜も戦に明け暮れる世界、さすが砂漠だ地獄絵図だぜ。ただ人間の方はあんまり強くないですね。矢を自動的に跳ね返してくれるアミュレットを装備してるから、アーチャーが実質ただのヒューマンってところが大きいな。ははは、君の攻撃は当たらない、敵の攻撃は当たらないのに、こっちの攻撃は当たりまくる。友人を押し付けるゲームマインクラフト絶賛発売中。アイアンマン来た。色とデザインが一緒なだけでアイアンマンじゃないんだな。アサシン。なんだ、暗殺者か。透明化でも習得して挑んでくることだな。お、実績解除。弱い、弱すぎる。アサシンクリードプレイしたことないんか？お、なんかおしろいしてる人いる。いや顔面ヘルメットじゃね。なんだ、ゴルタスタイプか。顔面ヘルメットのことゴルタスタイプって呼ぶのどうかと思う。ま、弱かったです。マップで黒いのが点在していたので面白いバイオームかと思いきや、乾燥した木々があっただけの図。この木々の枝、そこそこ複雑な成長をしてるな。ま、乾燥した木に興味はねえです。マップで不思議な空間を見つけた第2弾。お、砂漠に草ということは？これはいわゆるオアシスというやつですね。何か実績も解除した。普通ならオアシスで休憩するでしょう。普通ならな。だが残念、今はアイテム集めで忙しいからこの草ブロックだけもらっていくぜ。シルクタッチを使いましょう。ですよね、しかしなんということでしょう。オアシスは私たちに道を示してくれました。不自然に隆起してるところがあるな。これはピラミッドだ。なるほど、オアシスの助けというのは嘆い探索を終わらせてくれることだったのか。発見しましたピラミッド。サムネ用にスクショ取らないと。でもなぜだか反対側がえぐれてるんだよな。まあまあ、中に入りやすくてありがたいじゃないか。そりゃまあ、そうなんだけど、なんか敵が普通にいるな。ピラミッド特有の敵モンスターは視認できないな。なんだ、このピラミッドは君ら増量の巣窟か？チェストの中身も。なんかしょぼいな。やっぱピラミッドなんてただの飾りですな。と思ったらなんか地下に通じる通路発見。お宝お宝。いや迷路じゃん。残念、そう簡単にお宝は手に入りません。なんだなんだ。お宝に続く迷路なんだから当然トラップもあります。盲目はまだわかるけど毒は完全にやりに来てるじゃん。あーこれか、トラップブロック。ち、見つけたか。もしかしてあなた山賊出身だったりします？どうやらこのブロックは壊せない模様。このブロックというか、この迷路が全体的に破壊不可だな。なんだ、ちょっと都合神計画は実行できないのか。迷路を壊す気だったな。迷路を探索するなら暗いのは見にくいので、松明を持って対処しましょう。はい見やすい、これで探索します。トラップ発動、バーニングトラップ。でも火炎耐性があるのでただエフェクトが邪魔なだけ。お、なんか地下に行けそうなはしご発見。なんだ迷路クリアしちゃったのか。迷路なんて闇雲に歩けばいつかゴールするもんなんですよね。あ、ちょっと毒トラップはおやめください。さらに地下に降りてからトラップの量が半端なく増えました。いやこれちょっとさすがにバラエティみたいな量のトラップあるんですけど。これがかの有名なサスケですか。チェストの中身は、お、なんかの鎧、ゴールデザートウォルフアーマー。砂漠の狼とか生息してるんですね。もし出会うことがあれば買ってみましょうか。あとはデザートレギンス。
いらない、こっちは。お、羽がありますね。羽は地味に要求してくるからちょっとだけありがたい。なんか、不思議な空間に着きました。と思ったら雲が出てきた。急に出てきたな、びっくりした。ピラミッドは敵が湧かないのかと思った。ふい、危ない危ない。雲はヒットボックス小さいのに毒ダメージ入れてくるから厄介なんだよな。と思ったら雲が出てきた。急に出てきたな、びっくりした。ピラミッドは敵が湧かないのかと思った。カモ2体目も出てきた。そい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 。体力がまずいですよ。よし、1匹は倒した。体力がまずいですよ。ヒットボックス小さすぎるだろ、肩パッドつけろ。体力がまずいですよ。あっぷねー。体力がまずいですよ。もう終わったわ。これで墓が荒らせますね。腹オープン。残念、セキュリティロックがかかってます。なんだよ、ファラオもアルソック加入者かよ。今はまだ開けられないようですね。まあいいや、開けられないなら無視します。その後、墓にあるチェストというチェストを開けまくっていきました。墓荒らしのウッドリーですね。聞いたことあるな、そのフレーズ。一応ウェイポイントもつけて、サラダバー。はい、ただいま。やっぱし実家が一番。それじゃあ探索したし、次に作るもの探しますか。はい、次はこれですね。何かのスポーンブロック、これを作っていきましょう。まずはこれですね、骨ブロック。これはこの骨は砂漠で手に入るやつだな。材料がないので後回し。今までの遠征は何だったのか。ナチュラパイロン、これはちょっと材料したかめ。自分のお肉を切り取って人肉確保。懐かしいな、初期の頃は自分の内臓を切りまくってた。これを固めて、私の肉の塊。名前がミーなのが面白いな。ポテトをマナプールに突っ込んで生命を宿します。はい、ちっちゃいポテトくんの完成です。あら、かわいい。並べるとこんな感じ。モグラ叩きかな。お、いい表現しましたね。今からモグラ叩きを行います。おう、急にそんなミニゲームが始まるのか。とりあえずポテトくんたちを回収して、モグラ叩き。いや、これモグラ潰しだろ。ああ、儚い人生でしたね。はい、友達の粉です。表現が直球。この粉を燃やします。トムブラウンじゃん。そうするとフレンドメモリーが手に入るんですね。今の数秒にどんな思い出があったのか。久々登場、ルーニックアルター。ルーンオブエアー、砂を2つ、グエを1つ、スイカを1つ、そして今の友達の思い出を入れれば何も始まりませんね。あるえー、と思ったらルーンオブアースを入れるのを忘れてた。あとは放置で完成。あ、材料に使ったルーンは戻ってくるのね。はい、ルーンオブサマーの完成。今の材料のどこに夏要素があったのか。ルーンオブサマーとルーンオブファイヤー、あとマナダイヤモンドを合成して完成。ルーンオブプライド、砂漠で骨を回収してきました。骨ブロックの完成。あとは必要なアイテムを入れてぐる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 完成。何かのスポーンブロック、おそらく敵なので特設ステージをご用意しました。それじゃあ戦闘開始。弱い。お、ハートを落としたな。ハートが合計4つ必要なのであと3回倒します。そして完成、ガーディアンオブスプライトのスポーンエッグ。お、ラスボスかな。これは砂漠にしかスポーンできないので砂漠に来ました。ここら辺でいいかな。デュエル開始。あら、どこか行っちゃいましたけど。ちょっと待って、強くない？いや、まあでも半分弱は削れた。ゾンビ作戦開始。どこからでもかかってこい。姿がさっぱり見えないな。え、これってもしかしてデスポーン？いやいや、ちょっと待ってくれよ。あのスポーンエッグ作るの意外と苦労するんだぞ。死の子の言わずもう一回スポーンエッグ作ってください。やだー、リベンジだー。私はもう折れかけている。心がな。ということでチートアイテムを作ります。作っちゃうか。まずはトライデントブラッドペンダントを作って、さっきさらっと作ったボタニア版醸造台に今のペンダントをセット、そしてネザーウォートとグローストーンダストとガストの涙をセットしてマナを送ります。はい、完成。トライデントブラッドペンダントリジェネレーションタイプ。なんか強そう。名前の通りこのペンダントは装着するとリジェネレーション、つまり自動回復がつきます。強そう。しかもマナが切れるまで永続的につくので永遠に回復できます。おっほ、なかなかのチートアイテムや。一番時間がかかって面倒なところをカットしまして、デュエル
開始。これでもうボッコボコですよ。ボッコ